でゲレミスをアークしていきたいと思います。今日はですね、ついに ASE もサービス終了しまして、そろそろ本当に ASE が出そうな匂いがしてますので、それに伴って今出ている情報の中でこれ知っておかないとちょっと危険かなというか、注意すべき5選というね、情報をみんなとですね共有していきたいと思います。やっぱりね、いろいろ今出てる情報あるんだけど、別の角度から見たらこれ、あ、注意しないといけないよねみたいな点があるから、そういった部分ね、みんなと事前にね、ASE が出る前に今知っておいてもらえればいいなって感じでやっていきましょう。という感じで本日も目次はこちら、1つ目 ASE が来ると、2つ目注意すべき5選で、最後にそれを踏まえて番外編やっていきましょう。でまず1つ目に ASE が来るぞっていう話なんだけど、 ASE に関してはアーク1のリメイクというかリマスター版っていう感じですね。ですでに9月の末で公式サーバーも終了しまして、旧アークの ASE ですね、こちらに関してはもうアップデートとかないっていう感じで、まあ実質差しだねっていう形になっているので、 ASE に向けてまあみんな動いているというような感じになってます。でこの ASE なんですけど、一応ですね、発売日に関しては今公式なアナウンスの中では10月末頃っていう、ちょっとふんわりっていうところなんで、おそらく10月30、29、28ぐらいに出るらしい。で直前に出るから予約とかも特になくてっていう感じで、まあそこら辺に出ますと。で金額は 39.99 ドルで、今ね10月1日時点で調べてみたらまあ大体6000円ぐらいっていう感じで、日本円で6000円ぐらいっていう感じなので、まあこんな感じで ASE は発売されますっていうところになってます。で内容的には普通のアークの本体と、あとはスコーチドアースからジェネシス2までの旧アーク1の ASE の追加 DLC、 有料 DLC が全部ついた形、かつ後からね無料のDLC バルゲルとかクリスタルアリスとかも全部出る予定なんで、そんな形でですね、基本的には旧アーク1が全部ねまるっと入ったパッケージになっててっていうところになってますね。なのでこれに関してまあ事前にじゃあ注意すべきことは何かっていうのを実際にやっていきましょうって感じなんでね、次の項目となります注意すべき5選なんですが、まずなんだけどやっぱりね、一つ目は日本版のプレイステーション版に関しては正直発売が遅れる可能性が高いです。でこれどういうことかというと、基本的にプレイステーションの日本語バージョンはスパチュンがね、スパイクチューンソフトが出してるんで、毎回そのもともと英語のアークをですね日本語に変換して、でスパイクチューンソフトが発売するみたいなルートがあるんですね、もともとアメリカの会社だからっていうのの、このなんか何個かまたいで発売されるっていうところによって、まあいつもねアーク公式から出ているリリースのタイミングからずれることが非常に多い、遅れることが多いって形ですね。で実際確か、ごめんちょっとこれふんわりでしか覚えてないんだけど、旧アーク1の ASE に関しても多分ねスコーチドアースくらいだっけ、出たタイミングが日本のプレステ4版でアークがねっていう感じの歴史もあるので、まあ、ちょっとねすんなり10月末に出る可能性はちょっとね、まあわかんないけどね、わかんないけど確率はそんなに高くないんじゃないかな、従来の、まあ、流れから見るとっていう感じなので、プレイステーションユーザーの人はローカライズとかがあるんで、 ASE が10月発売はちょっとそこまで期待しない方がいいかもしれないっていうところで注意してくださいっていう感じですね。ここはちょっとね毎度の感じのノリになってます。でさらにプラスアルファでなんだけど、プレイステーション4では発売されませんなのでプレステ4ユーザーっていうのは残念ながらプレステ5に乗り換えてもらわないと遊べないという形になっているので、ここはねちょっとね気をつけてくださいというような形になってますね。ちょっとねここに関してはもうさすがにねプレステ4は古すぎるのでプレステ5でお願いしますっていう感じになってますね。ここはもうどうしようもないっていうところになってます。でまあ日本だとね結構ね PC とか Xbox ユーザーと比べてプレイステーションユーザーがめちゃくちゃね多いので、比率的にかなりプレステユーザーが多いのってちょっとね難しいところにはなるかもしれないんですが、一応現状としてはそんな感じになってますので、まあはい、そのプレステ4は残念ながら今回はいログアウトっていう感じっす。はいなのでちょっとポイントとしてはまず1個目は日本版っていうのはローカライズがあるので若干発売が遅れる可能性があるっていうのとともに、2つ目に関してはプレステ4は出ないっていう、この2つが結構ね大きなポイントで、さっきも言った通り日本のユーザー的には統計的にプレイステーションユーザーがすごく多いので、でその後の少ないパイっていうのが PC と Xbox みたいなユーザー数になってくるので、まあそこら辺でですねちょっとですね結構多めのユーザー層が日本では多分影響を受ける可能性が高いのでお気をつけくださいっていうのが最初のね2つになっております。で次なんですが、次3つ目なんですが、3つ目はねこれはねいい形になるか悪い形になるか非常にね
難しいところです。本当に遊んでみないと分かんないんだけど、 UI ががっつり変わるらしい。まあ、UI 何かっていうと、まあ、これ UI なんだけど、まあ、要するにこの操作画面というか、まあ、なんていうかな、ユーザーインターフェースみたいな形なんだけど、まあ、アイテムを作ったりインベントリーの中だったり、あとはこういったエングラムとかテイム HUD とかトライブとか、まあ、こういったもの情報を、まあ、取得したり何かしら操作したりっていう感じのこの画面ですね。別の、まあ、操作画面みたいな感じ、情報を見る画面みたいな、そういったインターフェースがマジでまるっと変わるらしいです。なので UI 超変わるぜっていうところが結構ね、吉と出るか凶と出るかはかなり不安定な部分になるので、本当にこれは遊んでみないと分かんないので、まあ大概の場合は良くなる可能性が高いんですが、なんですが、まあちょっとアークなんで、まあちょっと出てみないと分かんないとか、まあここは人によるからね、相当人によるからあれなんだけど、一応ねここは不確定要素が高いよねとしてちょっと入れておこうかなというふうに思いました。なので UI がめちゃくちゃ変わりますっていうのがもう発表されてるので、まあ、どういう感じになるのか、操作感とか今までの感覚的プレイがちょっとね変わってくると思うので、そこら辺でね、変化が見られるんじゃないかなという風な形になってますね。なので UI がねどれだけ変わるかはちょっとね逆に俺も楽しみかなっていうような感じではありますね。で、次ですね。次に関してはゲームの、システムというか、初日に遊ぶ際に発売されましたっていうタイミングでどういうゲームコンテンツ内容になるかっていう話なんだけど、まあ、要するに追加マップバルゲロとかフィヨルドとか最初にあるんですかって話なんだけど、これないです。アイランドしかないです。アイランドが最初に発売されて、でその後徐々にスコーチドアースラグナロクっていう感じで追加されていく予定で、今のところ一応追加マップに1種類ずつ、全部のね追加マップに、アイランド以外の追加マップに恐竜を追加するっていう選挙が、恐竜選挙が行われて新恐竜出るっていうのが決まってます。でその選挙の順番でおそらく出てくるマップの順番も分かるので、今のところスコーチドアース、ラグナロク、アベレーションでセンター、エクスティンクションっていうこの順番までは分かってますっていう感じなんで、そんな順序で徐々にねマップが出てくるっていう形で、新マップが出、まあ、新マップっていうか追加マップがどんどんね実装されていけばいくほど、アイランド以降は全て新恐竜が1種類ずついるような状況で出てくるって感じです。なんだけど最初はアイランドだけっていうところで、アイランドだけなのはまあいいとするんですが、ちょっとね今まで俺らが生活っていうか、まあそのゲームの中でね必需品というものがなくて、クライオポットがエングラムとしておそらく存在しないっていう感じなんで、本当にアークの初期と変わらない形のアイランド、まあリニオグナとはいるけどっていう感じになってます。なのでクライオポットがなくて、でさらにテック恐竜もいないっていう世界線になるので、まあ、この最初のポイントだけはですね、なんかなんだこれだったらちょっと買うの待とうかなっていう風に思ってしまう人がいたら、まあ気をつけた方がいいかなって感じ。とりあえず初手はね、発売された瞬間はアイランドしかなくて、かつクライオポットもなくてテック恐竜もいないっていうこの3点セットになりますので、ここでねちょっとね多分買う判断をどうしようかなってなった時の材料になると思うので、ここはね気をつけて見た方がいいかなって感じ、人によってはっていうところになるので、まあここら辺が結構俺的には多分大きくね変わるんじゃないかなっていう風に思いますね。買おうかなどうしようかなって思ったタイミングでね。で最後はですね、ちょっとこれね話と違うぞっていうね、まあ普通にお怒りの声がすでにね各国出てるんですが、ツイッターとかでね、なんですけど、どういう話かというと、本当のクロスプラットフォームではなくて、なんと完全なクロスプラットフォームは12月からに予定されてます。で予定されてますだから、アークのことだから全然これが後ろに、まあ、ずれることはあると思う、1月2月とかに。でどういう感じに発売当初なるかというと、Xbox で PlayStation で、あとは PC 版の、なんていうかな、Windows バージョンの3つは全て同じグループでクロスプラットフォームできるんだけど、一番ね PC 勢でユーザーが多い Steam 版に関しては残念ながら独立した状態になるので、そのさっき言った CS 版とコンシューマー版と Windows 版のグループの公式サーバーがあって、で Steam 版、まあ俺らがやってる、俺も Steam 版なんだけど、 Steam 版の公式サーバーって2つ立つ形になって、後から合流するみたいな、
そういう形になるので、クロスプラットフォームじゃないです最初っていうところなので、基本的にはプレイステーションとスチームのユーザーが一番ね、この2つが大半を占めてると思うんだよね、多いと思うんだよ一応ね。なのでこの一番多い2つを分断させる形になるので非常によろしくないというような流れになってるかなっていうか、そもそもクロスプラットフォームってあんなに大々的に言っといて、これ実装してないんかいみたいな発売当初っていう話になるかなって思ってる正直ね。なのでちょっとねここは正直今ざわついてるのはある各国のツイッターでね、はいといったところで、クロスプラットフォームは、10月に発売されたあと12月をめどに全てのクロスプラットフォームが完成する予定という形になってます、はい残念ながらね、というねところなので、まあまとめると、まずそもそも日本版の PS 版に関しては遅れる可能性が高いで、ここはちょっとねスパチュンが全く情報を出してないので、衛星のマジでここは分かんないんだけど、いつも通りなら日本版だけプレステバージョンはまあちょっと遅れるんじゃないかなって感じで、さらに言うとプレイステーション4はもう発売されません。なのでプレステ5だけになります、プレイステーションはねっていうところですので、ここがね大きなポイントになってくるかなと。でさらに UI ががっつり変わるので、今のこういう感じの UI ではなくなるっていうところで、まあどうなるか、使いやすいか使いづらいかはまあやってみないと分かんないって感じですね。でここはまあ本当に不確定要素、強い不確定要素って感じで、さらに本当のクロスプラットフォームは、12月からっていう感じですね。で実際に直結するプレイに直結する内容としては、最初の段階ではアイランドのみのプレイ環境かつテック恐竜がいなくてクライアポッドがないというような形になっておりますっていうところなんで、まあ、こういった内容が前提条件なんで、そこをね、まあ踏まえていろいろ買った方がいいかなって感じ。これをね見過ごして普通なアークかなみたいな、クロスプラットフォームかっていうノリで買っちゃうと、あれっていう感じになる可能性もあるから、あんなフィオルドとかないじゃんみたいな、ロスアイとかないのみたいな感じになっちゃうから、まあ、そこら辺ね一旦ねこれを知った上で判断すると、買うか買わないかねっていうのがいいんじゃないかなみたいな、そんな感じになってますね。俺だとここら辺知っときたいなっていうようなのを、ちょっと今日はまとめたって感じで、逆にねこれも知っといた方がいいんじゃねっていうのがあったら、今回の5000は俺の感覚でやったから、ぜひねみんなもねこれは多分大事だよっていうのがあったらコメントで教えてくださいという感じで、それを踏まえて最後に番外編やっていきましょう。でまあいろいろ言ったんだけど、番外編が実はめちゃくちゃ強くて、モッドが今回ですね全て の, プラットフォームで普通に使えます。なので正直モッドでだいぶ解決できる面があるんすよっていうところで、実はまあスターフィールドとかスカイリムじゃないんだけど、こういうねモッドによって第三者の手によってかなり解決されるものっていうのは多いと思います。特になんだけどクライオポッドとかもそうなんだけど、今ね俺クライオポッドのモッドとか入れてるんだけど、そのモッドとかもめちゃくちゃ強かったりするし、まあ、ディノストレージっていう感じでこの銃があるんだけど、銃で撃ったら遠距離からクライオポッドに入れたりできるしっていう感じもあったりして、でそういうのもねモッドとして簡単に入れることができます。なのでここら辺のモッドとかで実は、まあ、改善できる点っていうか補助できる点っていうのめちゃくちゃ多いんだよね。でまあもちろんねモッドに関しては、まあ使い方を間違えるとねあまりにイージーになりすぎるので、ある程度ね使い方っていうのはね、まあ気をつけないといけなかったりもするんだけど、まあそこら辺はねまあゲームやっていく上でまあ慣れていくしかないっていう形なので、まあただねモッドの拡張性半端ないんで、ここで結構いろいろね保護っていうか、まあなんかいろいろちゃんとね付け加えて肉付けされていい感じになるんじゃねえのかなっていうふうに思います。なんならなんだけど、スカイリムとかも UI をまるっと変えちゃうモッドとかあるんすよ。アイテムとかのそのなんていうのセールとかしやすかったり、すぐ一目瞭然で分かるような形で使いやすかったりっていう UI のモッドとかあるから、最悪今回不確定要素の UI がめっちゃ変わるっていうのもモッドでどうにかなる場合も全然あるっていうぐらい、モッドってすげえ優秀なんだよねっていう
のもモッド作るのって大体そのアークのファンとかが作るから、まあ、自分がプレイしててこうがいいよねっていうので作ったりするから、その上で結構いい感じになるっていうね、確率の方が大体ね高いんですよ。っていうのでかなりですね、モッドが今回全てのプラットフォーム、今までだとスチーム版だけでしかもう使えないよねっていう流れだったものがプレステでも使えるから、ここがマジで優秀っていうとこなので、こういった面で非常に強いね、バックアップね、コミュニティのバックアップを受けれるので、あ、コミュニティ全体からね。なのでこれによって、まあ、実は意外に気をつけないといけない点もあるんだけど、まあ全然いけるよねっていうのが俺は結構思ってたりするし、今例えば撮影してるここライフワークっていうね、参加型をずっと2年以上やってるんだけど、その1個前のシーズンで使ってたマップなんですね、このボルケーノって。でこれはモッドマップなんですよっていう感じで、あのマップ自体もモッドで出せるので、アイランドだけじゃなくていろんなところでも遊べるというのがありますし、追加恐竜もありますし、で特にまあなんかインドミナスレックスだったり、あとはモンハンとかで、なんならちょっと変な感じっていうか、流れが変わるパターンだとポケモンモッドとかもあったりするので、まあなかなかね、いろんなモッドとかもあるんですよっていうところで、実はこの番外編としてこのモッドでいろいろ保管されるっていう点が非常に今回強くて、その特権がスチーム版だけだったものがプレイステーションにも来まして、非常にいい形でまあなるんじゃないのかなと。なぜかというと、そのアーク運営じゃなくてアークコミュニティのみんながやるからっていう感じ。まあやっぱりアークコミュニティのみんなの方が信頼度高いからね。まあ一番信頼度高いのはやっぱりフィヨルドと、あとはバルゲルの制作者さん、一緒なんだけど、あの制作者さん、この制作者さんとかが、まあ、コミュニティではもうめちゃくちゃ信頼高かったりするんだけど、そういった形でコミュニティ内で信頼の高いね、あのエンジニアのなんていうの、モッド作る人とか結構いるので、そういった形でそこら辺でね、かなり保管されていい感じになると思ってますので、まあ結構ね、俺的にはまあだいぶモッドがみんなね使えるようになるという環境はすごくねいいんじゃないかなっていう風に感じてますっていうところで、実はねここら辺でいい感じにこういったプラスアルファの力が働いて、うまいこと最後まとまるんじゃねえのっていうのが思ったり感じたりしてる次第でありますが、いかがでしょうか皆さん、このモッドに関しては。まあただちょっと出ないとね、リリースされないと実際どんな感じかね分かんないのであれなんですけど、まあ一応現状としてはね、かなりモッドというものに関してはクロスプラットフォームでみんなが使えるっていう形になってるので、まあありがたいというか大きいんじゃないかなっていうところで、まあある程度コミュニティの力を借りて進んでいくアーク ASA という形でね、新しいねアークなんじゃないかなというふうに思いますね。という感じで本日はですね、 ASA 本当にねリリースっていうのが現実味を帯びてきたので、まあ事前にね知っておいた方がいいかなって俺が思ってる5000っていうのと、あとはそれをねフォローするような番外編っていうところでね共有してきたんですが、まあ、ぜひみんなのね意見とか感想とかも聞かせていただけると嬉しいかなって感じで、今日はこの辺にしていきたいと思います。で携帯ルゲーム機ではこんな感じでですね、アークの動画結構上げてるんで、ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。でさらに生放送もね、その参加型のライフワークっていうのを2年以上やってますんで、 ASA が始まったらまたですね、旧アークの ASE の頃と同じような感じで、まあ一発目はアイランドで、リニョイグナタがいるようなアイランドでみんなとね、まあはちゃめちゃなプレイをしていきたいなという風な形で思っておりますので、ぜひ見に来て遊びに来ていただければっていう感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。